6番です。下の図の五角形 ABCDE は正五角形である。各 FCD が30度。えー、各 FAE が25度のとき、各 AFC。ここですね。の大きさを求めなさいという問題になっています。まずは、正五角形ですから、一つの角がいくつか。この角ですね。えー、を求めていきます。 えー、性、N 角形の内角の和は、ええー、括弧コ 2N マイナス4かける90度で、えー、求めていきますから、今回正五角形なので、2かけるの5マイナス4かける90度。10匹4で6ですね。 えー、6×90 度ですから、黒540度、えー。これが内角を全部足したやつです。で、五角形ですから、えー、一つの角を求めるとなると、540ですね。これを、えー、5で割ってあげればいいということで、一つの角は108度というふうに出てきます。ですので、例えばここの角ですね。は えー、同様に、えー、こちらの角も108度。ここ、対頂角になっていますから、同じ角なので、えー、この角はいくつかというと,、えー、と、180度から30度と108度を引けばいいですね。えー、三角形の内角の和は180度ですから、180度からそれぞれの角を引きます。 180マイナスの138、えー。ということは42度というふうに出てきました。さて最後に矢尻の定理ですね。矢尻の定理は、あこんな形になっているやつは、えー、ここを A 度、えー、B 度、C 度とすると、えー、こちらの角は A と B と C を足したやつということになります。一応確認ですが、 えこんな風に線を入れると、三角形の外角は、その隣り合わない内角の間に等しいので、こちらが A プラスの B 度。そして最後にこちらも三角形の外角ですから、こことここを足したやつが、ここということなので A、A プラス B プラス C が成り立ちます。では、じゃあこちらの角度を A 度かなんかって名前をつけてしまいましょう。では、A 度と 25度と42度を足したら、108度になる。この矢尻の中で、こことこことここを足すと108度になると、えー。これを使って、えー、計算をしていきます。A プラスの67は108。A は、えー、33とす8ですから、41度というふうになりました。 ということで、えー、今回の回答はあ41度ということになります。